今時の子供がお菓子だけで誘拐されてあげようって言うんだから感謝してよね。かわいくないガキどめ、つねって泣かしてやろうか。このダークヒーローアクターレ様主演の番組に出させてやるんだから少しは喜びやがれ。全然嬉しくないようだ。アデル兄ちゃんを呼び出すために私たちを誘拐したくせに。こんなことしても兄ちゃんを怒らせるだけだと思うけどな僕は。たとえ敗れたとしても俺様にはとっておきの秘策があるんだ。どうせしょうもない罠でしょ。あんたの考える秘策ってバカっぽいもん。ほんと可愛くないガキだな。こっぴどくお仕置きしてやるぞ。ダークヒーローを怒らせると怖いぞ。嵐のようなピンポンダッシュといたずら電話で眠れなくしてやる。なんだ、あんたなんて怖くないもん。私には強い兄ちゃんがいるんだから。兄ちゃんはね、魔王ゼノンをやっつける私たちの勇者なんだから。え、あいつ魔王ゼノンを倒すつもりなのか。そりゃまた命知らずなやつだ。ねえ、僕だってすごいんだよ。この魔王ゼノンの一人娘の姫様に手らいにしてもらうんだから。タロちゃん、あんた本気でロザリンの家来やるの？バカじゃない？なんでバカなんだよ。姫様はすごいんだぞ、偉いんだぞ。わかったわかった、兄弟喧嘩なら俺様が審判してやる。さあ、思う存分やるな。アクターリちゃん、お待たせ。お菓子買ってきたわよ。あー、タロちゃん、その生肉チョコバー、私の大好物。ちょうだい。ダメダメ、僕だって大好きなんだから。こらこら、欲しいもんがあるなら力ずくで奪いな。力ずくが苦手なら頭を使え、それが悪魔だ。だってさ、どうする？タロちゃん、私と喧嘩する？やだよ、花子と喧嘩しても勝てないもん。はい、この生肉チョコバーあげるよ。悪魔の世界って厳しいな。ありがとう、太郎ちゃん。それでいいんだ。まるで一昔前のドラマになったような兄弟だったぜ。ここにもおらぬようじゃな。あのアクターレとかモース同居もな、見つけたらただではおかない。幼い子供を誘拐するなど言語道断、許しがたき行為じゃ。お前悪魔のくせに変なやつだな。悪魔だったら子供を誘拐するぐらいのことなんとも思わないんじゃないのか。姫様は蝶のつく箱入り娘ですからね。そこらに転がってるような下品な悪魔とは思考回路がちょいと違うんですよ。何を申しておる。太郎と花子は世の家来、家来を救うのに理由などいらぬ。勝手に俺の兄弟を家来にするなって。あ、確かにこいつは他の悪魔とはちょっと違うみたいだな。悪魔なんてどいつもこいつも同じかと思って